はい、いつもありがとうございます。パーソナルブレイクですね。商品はこちら、はい、スターウォーズのファイネスト、はい、で最近ハマっております TN29 さんから、はい、よろしくお願いします。いや、このねファイネスト、まあ2018年に出たんですけど、まあその時も結構ね皆さんハマりましたよ。はいもううちでもね多分どのくらいだろう、通算80ケースぐらいはいってんじゃないかな、いや100ケース近くはいってると思います。うん、そのくらいは販売してると思われます。はいそれぐらい、はい、よく売れました。はい、じゃあ開けてきます。よいしょ。あ、はい、メダルですね。なので先にこちら見ちゃいます。はい、いきます、せーの、よいしょ。おまーマーク・ハミル10種類ブラック、はい、マーク・ハミルのメダルって言うと思ったんですけど、まあっつっちゃいましたはい、これブラック、この辺がねブラックなんですよ。逆なんですよね、こっちがブラックだったら、まあまあでも一緒ですね。はい、この中が黒い、ここの色がね赤とか黒とかで、5の10、はい、マーク・ハミルの、はい、メダルの10枚限定ブラックですね。いいですね。はい、でトルーパー、気取ったトルーパー、はい、リフ、あ、であとは、はい、全部開けてから、よいしょ。メダルもまあ99からなんで、まあ、うん、うん、まあちょっと頭の中で計算すると大体出現率が、はい、分かると思いますけど、まあでも10だったらね、うん、25以下、オレンジ以下だったらいいと思います。はい、じゃあレギュラーカードとリフト、はい、まあでもねマーク・ハミルですからね、ルークですから、あ、通常かボスクね、はい、150キット22番、あ、またインサートの金だ。この間は何でしたっけ、メカでしたっけ。はい、せーの、あ、違うわ、この間はランドだ。はい、せーの、あ、こっち47の50、ハンソロのね、はい、いましたね。うん、はい、ゴールドリフ、ゴールドと150のブルーですね、それとマーク・ハミルのメダルが10枚限定。はい、でこっちが、サインかスケッチの、はい、箱、ミニ箱になりますね。スケッチ、サイン、どっちだっけ忘れちゃいましたはい、よいしょ。まあファイネスと、まあファイネスのスケッチ、まあ程度はまあまあだったんですけどね、たまにうんっていうのもありますけど、まあ、うん、はい、でお願いします。どっちか、どっちか、まずとりあえずどっちかですよね。はい、99シリん、あ、16番か、 C3PO のリフ、150だ、エズラ、エズラチョス、チェケラチョスあ、なんか、あ、オレンジがあるけど、なんかなんか後ろにあります。あ、はい、ターキン、オリジナルの方のターキンですね。
オレンジ25枚限定です。バスケもこのくらい出たらやばいですけどねこのくらい出るわけがないね、はい、なんかユニークそうなスケッチっぽそうです。あ、その前にまだもう一枚か。あ、良さそう。おお、おお、なるほど。おお、いいのかな、あっちの方でいいのかな、当たってる。いや、どっちだろう。ん、9の人じゃない789の違う。いや、オリジナルの方かな。マーシャさんね、ツイッター多分やってたかな。マーシャさんインスタじゃないや、 YouTube にコメントしてくれるんですけどね、多分 YouTube は多分巡回してると思います自分の絵が出てると思うとね、コメントしてくれるんですよ。あれ、マーシャさんツイッターやってたかな、どうだったっけな。まあ、もしアカウントあったら、当てましたよってこう店長が当ててくれましたよってつぶやいていただけると多分反応してくるかなと。非常に安定感ある方です。はい、すごい陰影も細かいしね、ほらこういうとこもね 0.03 でやってるんですよ、この辺ね 0.03。 はい、非常にね安定感あるアーティストの方です、マーシャさんね。妻のインスタにも多分何回かねやり取りしてるんですよ。うん、はい、いいっすね。うん、スナップさんかなオリジナルかな、どっちだろう、スナップさん。うん、まあでもうまいっすよ、非常にいいです。はい、細かく書いてます。結構乗り物が多いんですけどね、人物が珍しいかな。うまいですよね。はい、もしまあツイッターとかやられてたら、この店長のスクショで。あ、ルークのリフも出ました。はい、これハイナンバーですね。116番。おじいちゃんルーク。ハイナンバー。はい。ですね。はい、スケッチもね、良かったですね。一瞬ドキッとしましたけど、はい。ここ見たとき、なんか、ね、なんか、あ、機関車トーマス。一瞬思いましたけど、はい、マーシャさんだったら全然 OK です。はい、ありがとうございます。ということでね、またよろしくお願いします。一応ですね、まあ同梱包ございましたら後でご注文入れといていただければと思います。まあこれだけでいつもね、パーソナルブレイクとご注文いただくので、まあちょっと発送待ちますんで、とりあえずこれだけで送っちゃうのもあれですから。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。